にゃーどこに連れて行かれんのこれ。どこに吹っ飛ばされてんにゃん。いたたたにゃん。ん、にゃんかうまく立てないにゃん。にゃにゃにゃ。え、どこここ。どうなってるにゃん。俺っち普通の猫に戻ってるにゃん。お前普通の猫のフォルムそれなのにちょっとキモない。ちょっとジバニャンの方がまだちょっと可愛かったんやけど。なんか猫気持ち悪いね。フォルム猫フォルムちょっとキモいね。それにここは俺っちが昔エミちゃんと住んでた家にゃん。まさか時間が戻ったにゃんか。もしかしてあの時一体どうすればいいにゃん。エミちゃんの部屋なんや、ここ。エミちゃんの部屋？女子高生の部屋じゃないですか。ちょっと、探索します？エミちゃんいるかにゃん、探してみるにゃん。え、もしかしてこれ。うわ。これつけ、間違いないにゃん。これはエミちゃんが小学生のところ、頃に、から愛用していたお気に入りの机にゃん。ちょ、ベッド。ちょ、ベッド。おい、ベッドどれ？おい、ベッド。くんくん、この匂い。くんくん。あ、この家、あ、この家、この家、この家、エミちゃんだ。ああ、この家、エミちゃんだ。この匂い、エミちゃんだ。でかすぎやろ、家。違うって言ってるでしょ。よ、その声、やっぱエミちゃんにゃんかな。いつも遊んでばかりいるから、こんな成績になるのよ。違う、お腹が痛かったの。どんよりどんよりーにゃ、ワンの時と同じ光景や。お母さん、あなたをそんな嘘つきな子に育てた覚えはないわよ。嘘じゃないよ、なんで信じてくれないの。もういい。家、でかすぎやねんって。赤丸って名前な、ジバニャン。なんか酒の名前みたいやな。エミちゃん、あいつのせいにゃん、俺っちが話しつけるにゃん。ジバニャン見えんのか一応な。聞こえないにゃん。私嘘なんかついてないのに、信じてくれないなんて。お母さん、ダサすぎ。ダサすぎはちょっともう、意味わかんないですけどね。話の流れと、ダサすぎはちょっと、すげえ JK ってやっぱ話日本語通じんじゃないやっぱな。だからあれはあいつのせいにゃんって聞こえてなかったにゃん。赤丸、やっぱり私のことを分かってくれるのはお前だけだよね。エミちゃんでもにゃあの時。うん、車に跳ねられるくらいで死んじゃうなんて。もうめちゃくちゃ思い出すやん。ダサって使ってんな、しかも。この時。ダサってどうなんお前ら。その、多分ダサってこの JK 的にはもうなんか、よろしくとか、おはようとか、こんにちはぐらいのテンションじゃないのほんまに。ダサって。語尾みたいになってるやん、もう。口癖みたいになってるやん、多分。今の JK の口癖って何やろ。まんじ？あのさ、赤丸。私、学校では委員長とかやってるじゃん。エミちゃん、そういうタイプの JK？ え、そうだったのかにゃ。だからね、みんなから頼りにされる人でいなきゃって。でも、誰にも愚痴とか言えなくてさ、いつも赤丸に聞いてもらってるの。いいよね。にゃにゃん。そうか、ありがとう。え、委員長とかやるタイプなんや。お前はずっと私と一緒にいるんだよ。います、ずっと。赤丸と僕交換しますじゃあ。じゃあ、金と銀に赤丸送り返してもらって、一回僕そっち行くんで、ちょっと入れ替えましょうか、そこね。うん。ああ、ちょっと良くないな、それは。またその猫の多様性、またそれあれやの、侵害してんな。ほら、めっちゃ微妙な顔してるやん。このご時世にそんなこと言うんですか？やめて。俺不審者ちゃうやろ。正常な反応やろ。
どうあかまる、これどう思う？にゃー、なんか違うんだよな。うん、これはなんかダサいぞにて。やっぱこいつ口癖なってるって。ダサいぞって多分口癖やで。うわー、いいなー。やっぱ変わらん、そこ。そこ変わらん。俺もそれしてほしい。わー、綺麗な服。赤丸、私さ、デザイナーになりたいんだ。デザイ、ちょ、赤丸、あんま、危ない。喋れることは秘密にしとかない、ちょっと。なあ、気持ちは、がわられ、え、気持ち、わらがれる、どうか、はえぞ、それ。にゃにゃ、にゃ、エミちゃん、どっか行ったにゃ。じゃあ、一回、ちょっと。なんか、あ、やばい、ここの、ここ、おい、デジャブやぞ、お前、ここ。それさ、聞いてよ、赤丸。お母さんったら急にそういうこともあるわよね、だって。今までずっと信じてくれなかったのにさ、これってダサくない？にゃにゃ。うん、やっぱり私のことを分かってくれるのはお前だけだよね。ダサくないの使い方がもう意味わからんねんな。エミー。あ、ミキ、さやか。友達か。あ、ちゃんと両方見てる。左右見てる。にゃ。やばい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 。おいでーい。え？そうか。そうだったにゃ。全部思い出したにゃ。あの時、素早い俺っちが、どうして車なんかに跳ねられたのか。猫よ、謝るでない。どういうこと？誰？誰にゃん？うわぁ。そういうパターン？一度までならず二度までも人間を助けるために身を投げうとは。なぜ同じ過ちを繰り返そうとする。我々はお前にチャンスを与えたのだぞ。これで妖怪などにならずに済むのじゃ。もう一度よく考えのじゃ。必ずや、後悔することになる。BGM いいね。俺っちは、絶対後悔しないじゃん。俺っちは、やっぱりエミちゃんが大好きにゃん。俺もエミちゃんが大好きだ。すごっ。そういうことやった？うわ、普通にグロいやん。で、この時にここの自爆霊になったんや。これでダサって言ったん？どうしちゃったの、赤丸。赤丸もしかして死んじゃったの？そうか、俺っち、ここで死んだにゃん。赤丸、私を守るために自分が死んじゃうの？車に轢かれたくらいで私の前からいなくなるの？そんなの。ダサ。ダサいよ！ダサすぎるよ！そういうことね。そうにゃん、エミちゃんは俺っちのことを嫌いになんかなってなかったにゃん。ひどいやつなんかじゃなかったにゃん。なんでだよ！なんでだよ、赤丸！赤丸！見えてるやん。見えてるやん。赤丸、ありがとう。エミちゃん、お別れにゃん。エミちゃんはきっとデザイナーになれるにゃん。さよならにゃん。にゃー！ダサいってそういう意味やったんか。死ぬなって意味やったんやな。